おはようございます。モクさん、タイさん、おはようございます。マイちゃん、シリマルさん、おはようございます。今日は天気です。今日はちょっとやや涼しくて、天気です。でも日中はですね、暑くなるらしいですが、今のところは、やや涼しいですね。寒いほどではないですが、こんなにいい天気です。久しぶりの天気かな、いい天気ですね。セミは相変わらず鳴いています。さっき方針つくつく方針つくつく方針つくつく日暮しでしょうかね。やはり秋の気配を感じます。太陽さん、どんどんさん、ゆうさん、かずさん、あんりびさん、ともさん、りぼんさん、ひこさん、かずさん、はんなさん、おはようございます。はい、おはようございます。涼しくなって、だいぶこれから外配信しやすいのではないかと思います。でもいつも同じ場所で申し訳ありません。この場所が気に入ってですね、電波の心配がいらない、電波が安定してできる、これはすごく大事なことで、やはり、なかなかですね、電波のいいところっていうのはなかなかないんですね。ここは本当に、問題なくできてます。ウニさん、おはようございます。アイポンさん、ウニさん、おはようございます。あ、つくすく帽子、つくつく帽子、日暮らし、わかりません。いろんなセミがあります。日暮らしとかつくつく帽子は羽がですね、透明なんですよね。透明な羽、綺麗ですよね。太郎さん、おはようございます。ぼちさん、おはようございます。神様は不思議です。いろんな昆虫を作りました。いい昆虫もあれば悪い昆虫もあります。ハエとか蚊はちょっと、なぜ神様がハエとか蚊を作ったか、多分悪霊を表すと思うんですが、セミとか蝶々とか、蝶々は特に綺麗でいいですよね。皆さん、昆虫は進化してできたんではありません。神様の創造です。皆さん考えてください。花の色、形、蝶々のデザイン、鳥のさえずりとか羽の色とか、もうこれはですね、神業ですよね。神業、神様が作ったもの。 M さん、おはようございます。今日は比べてみようというタイトルです。比べてみよう。私たちはですね、その物事を認識するときに比べて認識するわけです。私たちはその見て比べる、聞いて比べる、触って比べる、いろんな比べ方があります。私たちの五感は神様が与えてくれた五感です。その五感というのは物事を認識するための五感です。比べることによってわかる、比べることによっていろんなことがわかります。リナさん、おはようございます。ぼっちさん、それは私ではありません。みーちゃん、はい、いらっしゃい、みーちゃん。九州の大雨について昨日言及しなかったのはちょっと知らなかったからですが、今日はニュースを見ました。1メートルぐらいの、ね、洪水のようなことがあって本当に、大変でした。今日も何か大雨が降るかもしれないということで、私たちは、災害が、被害が少ないように祈るべきです。また被災者のために祈るべきです。しかし同時に災害がこれから増える、
どん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 日本でも世界でも災害が増えるという神様の予言を私たちは心に留めなければなりません。私たちは神の言葉が必ず成就する、神の言葉が必ず成就する。私たちは、災害を通して私たちは祈らなければなりませんよね。シャンさん、おはようございます。太郎さん、目、鼻の穴、耳、手、足が二つあるのに口は一つなのですか。理由があります。なぜ口が一つなのか。それはですね、私たちは、もし口が二つあって別なことを喋ったら相手がよくわからないということですよね。口が一つなのは、もし話をするならば一つの口で喋らないと、二つの口が喋ったら、もし誰かが二人同時に喋ったら話が分かんないですよね。意味があります。じゃあ 目とか鼻の穴とか耳とか手とか足がなぜ二つあるのか。まあ耳とか目はですね、まあ立体感、ステレオですね。目とか耳で距離感が分かります。つまり現実の世界を理解するときに目とか耳は二つあった方が、世界観がこう距離感があって理解しやすいということですね。ぼちさん、日本の高等学校に準ずる私学の朝鮮学校授業料は免除されるべきだと思いますか。ごめんなさい、あまり、深く考えたことがないのですが、まあその直感的な返事っていうのは良くないかもしれませんが、私は免除するべきだと思いますね。北朝鮮の教育をしているということは確かに良くないかもしれません。でもやはり私たちは愛を示す必要があると思います。差別は良くないと思います。クリスチャン的に言うと日本の公立学校も間違った教育をしているということは言えます。ですから 私は、イエス様の教えの教育をしてほしいと思います。日本の公立学校は間違っていると思います。ヒトさん、ハレルヤ。じゃあ手とか足がなぜ2本あるかということですが、そうですね、やっぱり協力するということを表しているんじゃないでしょうか。手が2つある、右手と左手、片手でもいろんなことはできますが、両手があればいろんなことができます。足もそうです。片足では歩けません。両足あるから歩ける。私たちはお互いに協力する、愛し合うということを、覚えることができます。チャンさん、イエス様は地上の地球上の全ての人々の祈りを聞いてくださいますね。アメン、アメン。それではタイトルいきましょう。比べよう、比べよう。まず私たちは、原則的に大事なことを比べなければなりません。何を比べたらいいでしょうか。まずですね、そうですね、まず何を比べたらいいでしょうか。兄ちゃん、愛こそすべて、愛こそすべて。私が思わされたのはですね、まず神様と人間を比べましょう。神様と人間どう違うんですか。例えば神様のさっき言った作ったものと人間の作ったものを比べてください。神様が作ったものと人間が作ったものを比べてください。もう大違いですよね。大違い。人間が作ったものもう素晴らしいものはありますよ。まあ人間が作ったといっても結局はその作る才能をくれたのは神様ですから、人間自体が神様の作品です。ですから、
作る能力も与えられていますから、そもそも人間と神様を比べること自体は間違っているかもしれません。しかし、人間の作品と神様の作品を比べたときに、明らかに神様の作品の方が優れています。人間の能力はまだまだ神様に比べて、劣っていると思います。イエス様もおっしゃいました。花一輪を見なさい。野に咲く花一輪を見なさい。ソロモンの栄華よりも着飾っていると言われました。つまりどういうことかというと、ソロモンの時代には世界一の栄華、栄華というのはまあ誇ったということですね。人間を誇った。だけど、野に咲く花の方が優れている、綺麗だとイエス様もおっしゃったんです。人間の作ったものと神が作ったものをまず比べてみて、それで人間と神様の違いがわかると思います。例えばですね、私たちは地球を知っています。宇宙を知っています。地球の外から地球を見たとき、人間の小ささと地球の大きさもう全然違いますよね。人間がとても小さい、地球は大きい。でも宇宙と比べたらなおさら人間の大きさと宇宙の大きさは違うわけです。宇宙は神様が作ったんです。宇宙はものすごく大きいです。その宇宙を作った神様はさらに大きいのです。つまり、この人間一人の大きさと神様の大きさ、まずそれを比べる必要があります。私たちはそんなに大きな違いがある神様に対して傲慢で私たちは神様を無視したり、神様に従わないということがいかに、罪深いかということはそれでわかるのではないでしょうか。マタイ6:29、しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花一つほどにも着飾ってはいませんでした。ソロモンの栄華、それは人間の最高の、なんて言うんでしょうかね、栄光だったんです。でも野に咲く花ほど着飾っていませんとあります。シャンさん、この地球上の大自然を作ってくださった神様に感謝しかありません。アメン。太郎さん、キリスト教は今は地動説ですね。今は地動です。昔は天動説でした。今は地動説。はい、それから、例えば、人間の体と細胞一つ、この細胞一つを比べてください。細胞一つはにも DNA があります。すべての細胞に DNA がありますが、体の大きさと比べて細胞は非常に小さいんです。まあそれも言えるかもしれません。この体が神様だとすれば、この細胞は人間と言えるでしょう。人間の体は細胞がもうどのくらいあるでしょうか。何億とあるわけです。何億ある細胞によって、人間の体があります。細胞1個と体を比べる、これは神と人間を比べることではないでしょうか。ハンナさん、人間は自分と他人を比べることが多い。あ、そうですね。この比べようっていうのは、自分と他人を比べなさいということではもちろんないですね。むしろ自分と他人を比べるのではなく、神様と自分を比べる、神様と自分を比べる、これが信仰なんです。ですから、私たちは、細胞が協力して人間の体が機能します。多くの人はがん細胞ですね。がん細胞は、体にとってはない方がいいわけです。
神の国にあって、神様に従わないことはがん細胞と同じだという話をしましたよね。そういうわけで、私たちは神様と比べます。そして私たちクリスチャンはですね、イエス様と自分を比べます。人間と人間を比べたらね、50歩100歩です。あっちの方が悪い、自分の方が正しい、自分の方が、素晴らしい、人間と人間を比べると50歩100歩ですから、そんなに差がありません。そんな50歩100歩の人間と比べてですね、少しでもいいところを探し、少しでも悪いところを他人に探す、それは、無益なことではないでしょうか。お互いに弱さがあり、お互いにいいところがあるんですから、私たちは人間同士は比べ合うのではなくて、お互いに学び合って、お互いに許し合う、お互いに学び合って許し合うことが人間同士のことではないでしょうか。私たちは他人を見て自分を正当化します。しかし私たちはイエス・キリストを見ます。イエス・キリストと自分を比べます。イエス・キリストと自分を比べます。私たちはイエス様の清さ、イエス様の正しさ、イエス様の愛の大きさ、私たちはイエス様と自分を比べます。それがクリスチャンです。イエス様と自分を比べるとどうなんですか。私たちは自分の罪が見えます。本当に素晴らしいイエス様、愛に満ちたイエス様と自分を見ると、私たちは悔い改めることができます。私たちは、イエス様の光によって、イエス様の光によって初めて私たちは自分自身が見えるんですね。ですから私たちはいつもイエス様の御前に出て、イエス様に祈ります。昨日はですね、昨日は、イエス様と祈るということは神様とのコミュニケーション、イエス様とのコミュニケーションという話をしましたけど、私たちは祈るときに神を、イエス様を目の前に置いて、イエス様と、自分、イエス様と自分、イエス様と自分の関係、イエス様と自分の関係をいつも見ます。私たちはイエス様を見て、傲慢になっていいのでしょうか。イエス様を目の前に置いて、不満を言っていいのでしょうか。イエス様を目の前に行って人の悪口を言っていいんでしょうか。いいえ、いいえ、いいえ。私たちはイエス様と自分を比べます。イエス様と自分を比べて、私たちはへりくだり、そして悔い改め、そして私たちはイエス様の素晴らしさに預かりたいと思います。私たちは、自分の力で正しくもなれないし、強くもなれません。私たちはイエス様がどうしても必要です。イエス様の清さに預かる、イエス様の血潮によって清められる。私たち神と人間の関係はそういう関係なんですね。神様と自分を比べて、私たちは神と人間の関係、正しい関係を覚えます。イエス・キリストを信じなければ神と比べることができません。イエス・キリストを信じなければ人間しか見えません。自分しか見えません。もし、あ、ちょっとプチプチですか。そうですか、ちょっとプチプチ。シャンさん、イエス様を見習い、イエス様のために働きます。アメン。ルルさん、おはようございます。太郎さん、神の御業とサタンの悪行、どちらが勝ちますか。もちろん神様です。もちろん神様ですね。
もうすでに十字架で勝ちました。もうすでに、十字架でイエス様が勝ちました、悪魔が勝つことはありえません。今日は虫パチつけてますか？虫パチ虫パチつけています。タイさん、イエス様の前に愛し合うのが命令ですと。中牧師に訓戒を受けたので、良いコメントにアーメンと励まし合うのが大切だから、アーメン。神様はどこでお暮らしなのですか？天国ですね。神様は天国におられます。はい、次比べるの何がいいでしょうか？次に比べるのは、命と死ですね。命と死。神様は命と死を、教えて、死がいかに忌まわしくて、命がいかに素晴らしいかを教えています。夏はですね、動物植物が、たくさんあります。冬は多くの昆虫が死に、植物が死にますが、私たちは季節において死と命を見ます。私たちは命がいかに尊いかということを学びます。私たちは命を求めます。しかしそれは、人間の肉体は死ぬことが決まっていますけど、しかし神様は本当の命、永遠の命を教えようとしています。私たちは命と死を比べなければなりません。多くの人は死にたいと思っています。それは本当の命を知らないからだと思います。もし肉体の命だけがしかないならば、死んだ方がマシな時もあるかもしれない。しかし永遠の命を知ったらば、もう死にたいと思わなくなります。美里さん、私が難病悪化してますが、このまま死ぬのでしょうか？美里さん、イエス様を信じてください。イエスキリストを信じれば将来天国に行きますし、この地上でも難病が治ります。美里さん、命が必要なんです。難病というのは悪霊なんです。悪霊によって難病になります。イエス様によって悪霊を追い出してください。そして大事なのは、永遠の命を受けることです。永遠の命を受けることです。子供はなぜ他の家と自分の家を比べるのでしょうか？それは多くの人が人と人を比べるからですね。私たちは神と自分を比べる必要があります。神と自分を比べたらば、人と人を比べるのが意味がなくなります。多くの人は神様と比べないので、どんぐりの背比べをします。どんぐりが背比べしても意味がないと思いませんか？次はですね、光と闇ですね。地球が一日一回自転しているために、私たちは夜と昼を、体験します。神様は光と闇を比べて、光がどんなに大事で、闇は良くないということを教えようとしています。天国は光の国で、地獄は闇の国です。私たちは光がどんなに素晴らしいかということを知って、本当の光はイエス様だということを知らなければなりません。物理的な光によって本当の霊的な光を知る必要があります。イエス様を信じるというのは、本当の霊的な光を持つということです。イエス様を信じれば、いつも心の中は明るくなるんですね。太郎さん、輪廻はありません。輪廻はありません。
シャンさん、私はイエス様に毎日見守っていただき、感謝とお祈りをしています。アメン。はい、次はですね、そうですね、イエス様を信じているクリスチャンと、イエス様を信じてないノンクリスチャンを比べてください。どこが違うんですか？イエス様を信じているクリスチャンはイエス様を持っています。イエス様を持っているクリスチャンと、イエス様を持っていないクリスチャン、比べてください。まあ、そういうクリスチャン、あまり知らないと言われてみたら、比べにくいかもしれません。一人は私ですね。私は、クリスチャンですから、皆さん。私とですね、クリスチャンじゃない人と比べてください。どう違いますか？まあ難しいかもしれません。もう一つの方はですね、信仰米を打っているクリスチャンと、信仰のない、悪米を打っている、嵐の人と比べてください。リスナーの中にはクリスチャンの人がいます。またノンクリスチャンの人がいます。コメントで比べてください。どう違うかを、信仰米と悪米と比べてください。どう違いますか？どう違いますか？ヒットさん、子供に会えないのに子供の夢ばかり見ます。ヒットさん、神様には不可能はありません。子供に会えるように祈ってください。子供に会えるように祈ってください。神様は会う機会を与えてくれるでしょう。美里さん、神様を学ぶにはどうしたらいいですか？まあ、この放送に来て学んでください。この放送に来て。また、美里さん、個人的に祈りますから、スカイプか LINE をかけてくだされば、個人的にお祈りしますよ。ぼっちさん、私は悪米。ぼっちさんはどっちでしょうか？ちょっとこれからチェックしてみましょうか。キティさん、愛があります。愛があります。はい、それではですね、もう一つあります、ね。キリスト教とイスラム教。今、世界はですね、キリスト教とイスラム教に、まあ、集約されています。宗教といえば、キリスト教かイスラム教、他にもありますが、今、世界で台頭している宗教、まあ、それはキリスト教とイスラム教とが台頭しています。太郎さん、お金に困ってても祈ってください。タイさん、ありがとうございます。若いです。お顔が輝いてます。ありがとうございます。ね、イエス様を持っているクリスチャンと持っていない人を比べてください。そして、イスラム教とキリスト教を比べてください。同じ神ですか？いえいえ、違います、キリスト教とイスラム教と同じ神ではありません。皆さん、キリスト教とイスラム教を比べてください。そうすれば、比べることによってどっちが正しいか、どっちが良いかがわかるでしょう。よく比べてください。イスラム教の教え、キリスト教の教えを比べてください。教えがどう違うかわかるでしょう。私はですね、クリスチャンになった時ね、クリスチャンになった時にイエス様の教えとこの世の考え、イエス様と教え、まあ、聖書の教えと言ったらいいのかな、聖書の教えと、まあ、この世の考えを比べてみました。で、私は自分の考えを持っていたんですが、まあ、どう考えてもこの世の価値観、この世の考えよりも聖書の方が正しいと思いました。聖書の教えは理解できないことがたくさんありました。信じた時ですね、もう40年前です。40年前にですね、聖書の教えがよく分かんなかった。でも、
聖書の教えの方がはるかに、はるかにこの世の考え方、この世の教えよりもいいと思いました。それで私はイエス様を信じるようになりました。この世の考え方は何か間違ってる、この世の多くの人の思いは間違ってる、どう考えてもおかしい、この世は腐敗している、この世は何か間違ってる、嘘がある。私はそれでクリスチャンになりました。比べたんです、比べたんです、この世と聖書の教えを比べたんです。そして私は聖書の方を取ったんですね。ですからぜひ皆さん、比べてください、ね、比べてください、この世と、この世と聖書を比べてください、この世と聖書を比べてください、どっちが正しいか、どっちが正しいか見えてくるのではないでしょうか。証タイム行きましょう。証もですね、皆さん信仰コメント、信仰コメント悪く思いを比べてください。イエス様を信じて、イエス様を信じて、イエス様を信じて、信仰と不信仰を比べれるようになった証、信仰と不信仰、比べれるようになった証、この世と神の国を比べれるようになった証。カネさん、聖書には異教は、ね、間違っていると書いてありますね。異教は間違っている、偶像崇拝はもちろん良くないと書いてあります。偶像崇拝してはいけないと書いてあります。イエス様を信じて、はっきりと光と闇が区別できるようになった、光と闇を比べれることができるようになった、命と死を比べることができるようになった。証スタート、スタート。悪く目を打つ人をクリスチャンにすることは Q ちゃんの目的ですか？その通りです、その通りです。仏教徒をどう思いますか？仏教はですね、まあ、人間が救われようとする、とする考え方、どうすれば人間が救われるかという人間的な考え方ですね。でも仏教では救われません、仏教では救われません。キティさん、愛と寛容を持って見るようになった、人をですね、人を愛と寛容を持って見るようになった、それは素晴らしいですね、素晴らしい。パキノちゃん、おはようございます。大津さん、この放送で洗礼を受けそうになった。シャンさん、イエス様を信じて隣人もイエス様を学び出しました。アメン。素晴らしい、それは素晴らしいです、素晴らしいです。皆さんの信仰を通して、皆さんの信仰を通して救われる人が増えてきます。皆さんの信仰を通して神様が働いてくれます。皆さんの信仰を通して日本が変わります。皆さんの祈りで日本が変わります。カズさん、いってらっしゃい。ユウさん、イエス様を通さないと天国に行けません。そうです。イエス様を信じなければ天国に行けません。イエス様を信じなければ天国に行けません。ボッチさん、悪いことや悪い言葉を使わないようにしてる。アメン。アメン。
このサイトを見て地球宇宙がわかるよ。アメン、ありがとうございます。はい、それではファイナルメッセージいきましょう。ファイナルメッセージ。私たちは目を覚ましていなければなりません。霊的な目です。多くの人はこの世しか見てません。この世で比べても、その比べようがないというか、この世の中で人と人と比べても、肉的に比べても意味がありません。大事なのは、イエス様と私たちを比べること、霊的なものと肉的なものを比べること、大事なことは大きく違うことを比べることです。モーカさん、人と比べることをやめて、イエス様と自分、イエス様の考えと自分の考えを比べると、神様の前に立たされているような気分になり、自分は愚かだと分かり、自分の罪が炙り出されるような気持ちになります。悔い改めるチャンスをいただき感謝しています。アメン。そうです。この世の中で比べても意味がありません。イエス様と比べること、天国と比べることです。タイさん、心に響きました。イエス様を信じて、改めて創世記1章4節を読み、創造の始めから神は光と闇を区別されたという言葉が心に響いてきました。アメン。桃組さん、おはようございます。今福岡で雨が激しく降ってます。これ以上火が出ないように祈ってください。イエス様、どうぞ、九州の雨を止ましてください。九州が今雨で洪水になっています。どうぞ雨を止まして、被害がなくなりますように、被害がなくなりますように、今また被害があっている人たちを助けてください。九州で被害に遭っている人たちを助けてください。守ってください。回復が早くなりますように、被災から守ってください。被災が最小限になりますように、イエス様お願いします。どうぞ九州の雨を止ましてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン。直人さんを癒してください。直人さんを癒してください。美里さんを癒してください。美里さんの難病を癒してください。イエス様、美里さんの病気を癒してください。天の父様、感謝します、感謝します。私たちは以前は無知でした。以前はこの世の中で物事を比べ、他人と比べ、どんぐりの背比べをしていました。何の意味もありませんでした。しかし私たちはイエス様を知り、イエス様と自分を比べ、私たちは自分の立ち位置が分かるようになりました。人間とは何か、人間とは何か、神様を知って初めて人間が分かります。イエス様を知って初めて自分の罪が分かり、自分の愚かさが分かりました。イエス様、今アーメンと言った方々がいつもイエス様を目の前にして歩みますように。神に立ち返り、この世で生きるのではなく、神の御前で生きていくことができますように。イエス様と共に生きて、私たちはいつも光の中を歩むことができますように。神の愛の中で生きていくことができますように。どうぞリスナーを救ってください。リスナー、一人でも多くのリスナーが救われますように。一人でも多くのリスナーが救われて、一緒に歩み、あなたの栄光を表し、愛のうちを歩み、世の光として輝くことができますように。光を知った私たちが光り輝きますように。今イエス・キリストを信じている人たちが信仰によって輝きますように、輝きますように。そして光と闇、多くの人が光と闇を比べることができますように。光と闇を比べて、多くの人たちが、イエス様に立ち返りますように。イエス様を見ることができますように。私たちがイエス様の証人として、イエス様を表し、
多くの人がイエス様を知ることができますように。 99% のイエスキリストを信じていない日本人がイエス様と出会いますように、イエス様を知りますように、私たちを通してイエス様がを表すことができますように、イエス様を表すことができますように、私たちを用いてください。私たちを用いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、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 アーメン。はい、皆さん、イエス様を表す器になりましょうね。皆さんは用いられるのです。イエス様に用いられるのです。以前はサタンに用いられていたかもしれません。これからはイエス様に用いられて素晴らしい働きをしましょう。皆さんはものすごく尊い仕事、尊い人生を送ることができるのです。イエス様のために生きるということがどれほど素晴らしいことか、どれほど特権なのか、皆さんを知ることができるでしょう。それではまた夜7時にお会いしましょう。良い一日を、素晴らしい一日を、喜びに満ちた一日、祈りに満ちた一日を送ってください。それではシャローム、ありがとうございました。シャローム、シャローム。